ニュースポストセブンです。1都3府県で3回目の緊急事態宣言が発令されている中、パチンコ店に通う人の声を聞きました。食品メーカーで働く会社員の A さんは、特にどこかに遊びに行くこともできないし、飲み会も開けない。買い物に行こうかと思ったけど、デパートも休みだし、パチンコくらいしかやることがないんです、とコメント。これまで普通の休日ならば、必ず予定が入っているため、パチンコに行くことはないという A さん。今年のゴールデンウィークは、パチンコしか行き場がなかったと語っています。ニュースポスト7。